平成30年3月18日、阿蘇市一宮町の一宮中学校グラウンドで、第5回、ちびっことお母さんの陸上交流会が開かれ、参加者たちは爽やかな汗を流していました。交流会ではまず、阿蘇市陸上競技協会の井野会長が挨拶、参加者全員で準備体操をして始まりました。実践の前に、陸上関係のインストラクターから体のほぐし方やスタートの基本などについてアドバイスを聞きました。そして未就学児たちは50メートル走、小学校の低学年は100メートル走、さらに立ち幅跳びやボール投げなどに挑戦しました。またお母さんたちも100メートル走や重さ 2.2 キロの砲丸投げを行いました。このちびっことお母さんの陸上交流会は、阿蘇市陸上競技協会が走って、飛んで、投げてをテーマに、幼児や未就学児、さらに低学年の児童たちの運動能力の向上と陸上競技へ関心を持ってもらおうと開催したもので、今年は親子50人が参加しました。参加した親子は、暖かくて久しぶりに親子で清々しい汗を流しました。これからも走ったり飛んだりして汗を流したいですと話していました。